な、その、もしあなた方が、うちの説教を聞いて、うわ、そんなことが分かっちゃう人生ってことは、それを思い知らされるってことでしょって。まあ、聞くんじゃなかった。それなら3000のところって甘から逃げるか、いっそ、たまに大きく近づくか、いっそ中に入っちゃうかとか、そんなんでしょ、あんたらの発想って。それが表現の独特の考え方やねんさ。な、動物の表現の考え方。動物やねん、そういった考え方。なにさ。それをずっとうちは指摘して怒っててね。怒られるやろ、大事、その言い方。な。しかも、うちの周りに乗ったら安全なんやとしたら、うち、あんたらからなんか金もらわなくて。何も食べさせなくても。何も与えなくても。な。何も従えなくても。何も教えなくて。うちの前におるだけで安全だったあんたらから、うち、上納金もらわなくて。みんなそういう上納金制度なんですよ。じゃあその上前跳ねさせるとかなってまうやんか。例えばな。いいやん、それやだから、散って散ってバイバイ。な、いやよ。な、混んでええやん、大地。そんな言い方、あかんぞって言ってんやんか。だから、うわ、前なんかいらん。その回、くらーそうやったら何でもしますとかって。いや、いらんねん。な, な払わなきゃ、その、バイト料。その金がないよ。あってもいらんって、そんな仕事。うちがやってる、ジュリがやってる。二人で十分できてますから。で、まだ余裕があるから、こんなことできてる。こんなこと言えてる。言う時間変わんねん。家事をな、やって、それでもなお、こうやって言えてる。え、いつやってんの？みんな寝てるからやってんの。めっちゃ早朝って。ああ、そうそう。甘はほんまに静かにできるけど、ジュリの家事はうるさいよ。聞こえてるやろ。そうじゃないか。うちのやってる家事はめっちゃ静かに。ん？あ、まあ、DIY とか。そうですね。まあ、いろんなことね、パタパタ追い払ってるときはね、うるさいね。ね、まあ、私はない。まあ、移動神社やからでしょ。だから、うん、未明からすごい移動神社としての仕事はありますよ。それは仕方ない。申し訳ない。諦めてくれ。うちの電池か、うちの体内か。諦めてくれ。皆さん？じゃあお金いらねえから、うち弟子でって、いらんねん。な？教えへんって。猫は教えてるから。猫にふさわしい仕事してるから。私猫なんですとか言うの気持ち悪いから。そんなキャラもっと住む場所があるでしょ。うちの中ではない。うちの家の中でもない。ね、冷たいでしょ。怒ってんねんね。あんたらがうちにしたこと。でしょ？そのこと忘れてんの？でしょ？だから、バイバイ。さよなら。